こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は新9回の頭脳を取るには誰を使っていこうの雑談会をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。でですね、この動画では僕の方で9回の頭脳を金の特殊能力として取れるキャラクターたちをまず簡単にまとめさせていただきます。でその後に、まあ、僕だったらこういうキャラを使うという話と、で逆に皆さんからいや僕はこういう組み合わせを使ってますというご提案をコメント欄なんかでいただけると、こう僕自身もああこういうデッキでやればいいかなっていう動画の参考にさせていただいたりとか、他のコメント欄を見た方々がね、あ俺これなら組めるわとか、あそういう組み方知らなかったわとか、まあ、いろんな意見が出ると思うので、まあ、そんなこう意見交流動画にできたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。でこれに関しては他のキャラクターたちとの兼ね合いもあるので正解ないと思います。現状をまず9回の頭脳もしくは新9回の頭脳を取るといった時に出てくるのは、まあ、ここの5キャラと、あとは後ろに PR で並べてあるんですけど、宮城と、あとは佐藤俊也ですね、という感じになるのかなというふうには思っています。では前から見ていきましょう。でまずは立花総一郎ですね。でこいつに関してはやっぱり強いなという印象があります。で何が強いかっていうのはやはり肩の上限っていうところがまずあるというところと、固有で試合経験点ボーナス、骨イベ率アップ、そして練習効果 30% のテーブルですね。で、技術も入ってくるっていうところと、何よりコツがキャッチャーしかないので、新9回の頭脳を追うときに、こう、骸骨を先に抑えてってことが非常にしやすいキャラクターになってます。で、前イベっていうのも後イベに結構9回の頭脳は有能どころが揃っているので、まあ、使いやすいなというのが、まあ、個人的な意見にはなっています。まあ、肩の上限がとにかく大きいね。そして、はい。で、役割はレンジャーというところですね。そして、星空くん。で、星空くんに関しても、練習効果は 30% のテーブルで、守備鍛錬です。で、スペシャルタックと技術ボナーというところで、こいつに関しては、まあ、むちゃくちゃ技術守備でくれるというメリットがあると思います。まあ、本当に白と同じレベルでくれるんじゃないかな。と思われますね。白と同じレベルでくれると思います。なので相当強いなという感じと、あとはコツもキャッチャーとアベレージヒッターというところで、まあ総一郎と似たようにキャッチャーのコツが非常に取りやすいというキャラクターになってます。まあデメリットとしては結構体力消費が金徳のイベントであるので、まあそういったところで、まあどうなんだろうなというところはちょっとありますね。そして、役割はガードになります。して、イカリー進むですね。アベレージヒッター、キャッチャー、広角打法。まあ、有能なコツだけが揃ってますよねって話と、進むに関しては、ここの守備力のコツが結構大きいですよね。これが取れると、やっぱり結局、敏捷精神、まあ、この二つも入ってくるっていうところで、かなり強いなという感じはします。で、昔のテーブルで練習効果、これが10ですね。50までいくと。というテーブルになっています。まあ確かに 30% テーブルに比べると、まあそんなに強くはないんですけど、それでもやっぱりこのタックがすぐに組める、そして、タック力もそこそこある、イカリス進むっていうのは、まあ、選択肢には入ってくるのかなというふうには思ってます。で、ガードですね、役割が。はい。そして、うちの動画の、まあ、アイドル的存在になってきました、ゴブリンですね。はい。対左キャッチャー早急パーヒーだけのみと。まあ、早急以外は非常に優秀なコツを兼ね備えております。で、昔はね、9回の頭脳と、あとは勝負師に関してはそんなに査定高くないんで、まあ、2個つけちゃってもいいだろう。特能強いのつけちゃってもいいだろうという感じだったのかなと思われるんですけど、もうもはや9回の頭脳、そして新9回の頭脳もね、相当な査定がつくようになったので、まあ、ゴブリンに関しても単独で使っていけるぐらいにはなりましたねと。いう話と、スペシャルタックが 90%、試合経験点 10%。で、固有でもスペシャルタックとやる気効果があるので、非常にマントルじゃないや。フリート高校に向いているキャラクターで、僕もよく好きで使ってます。というかまあ、僕はもうゴブリン使えみたいなところが視聴者さんもあると思うので、まあそのゴブリンは、僕も動画内ではちょこちょこと使って、こう可能性を探っているキャラクターの一人ですね。はい。で、野球マン3号ですね。で、ひじりちゃんに関しては、他のバージョン、水着とかね。まあ、いろんなバージョンがあるので、ミコとかね。まあ、どれっていうことではないんですけど、まあ、水着と野球マン
3号をぐらいをフィーチャーしとけばいいかなという感じはしています。で、練習効果がついており、守備力の上限が6つくというところで、まあ総一郎と同じく、まあ、頭脳が取れて上限付きというキャラクターになっています。で、技術ボーナー8、スペシャルタック 70%、 そしてやる気効果もあり、まあかなり強いテーブルだとは思いますね。で、コツもチャンスキャッチャー、早球、流し、バント、まあ結構いいコツが揃ってます。まあ早球に関してはいらないと思うんですけど、他のコツはすべて有用なものが揃っているし、まあイベントもかなり強い、モテモテ選べたりとか体力回復選べたりとか、まあいろんなパターンが取れるので、まあそういった意味でもいいですねというふうには思います。個人的にはやっぱり好きなキャラですね。ここでフリートの守備タックは相当強いんで、まあこいつに関しても使っていけるのかなという感じです。そしてみゆき先輩と、でみゆき先輩に関してはチャンスキャッチャー、早球、意外性、まあまあキャッチャーはそこそこ取れるキャラクターになってるかなっていうのと、テーブルがコツイベ系のテーブルなんですよね。なのでタック自体はそんなに強くはないです。まあ何に期待するかっていうのは、やはりまあコツを出してくれた時にキャッチャーコツが取りやすいっていうところと、あとはまあ金の特殊能力を取得するときに確か対左とかつくようになったのかな。まあその辺が大きいと思うので、まあそこで査定を稼いでいくような感じになると思います。使えないことはないと思います。ただ僕 SR がいなかったと思うので、ちょっと試そうにも今試せない状態なので、もしその貸してくださる方が出たらね、ちょっとやっていこうかなというふうには思ってます。そして、トシ君ですね。トシ君に関しては前いたんですけど、まあ当然、トドロクゴーダーの方に、通常版入れてしまっているので、まあ残ってませんというところですね。で、メジャーキャラで、早球、アベレージヒッター、パワーヒッター、粘り打ち、初球、逆境、キャッチャーということで、まあこの骨群に関しては、まあちょっと多すぎる感はありますが、やっぱアベヒ、パワーヒ、この両方取れるっていうのとキャッチャーがね、入るっていうのはいいところかなというふうには思います。で、練習効果が 10% のテーブルですね。で、筋力ボーナー、技術ボーナーの固有が両方ついていてっていう感じのキャッチャーになっています。まあ、打撃で練習組めるっていうのもいいですし、そんなに体力消費も大きくないので、まあ、普通に使っていけるキャラかなと。あとはアーティストがもらえるので、もうそういった意味でも、まあ、新球界の頭脳だけではなくてね、新アーティストの方でも活躍ができるキャラかなというふうに思います。まあ、大体以上になりますね。他にも、まあ、みそのとか、まあ、アンパンとか、あとは、まあ、すごい細かいところで言うと、桜の宮とか、滝川クリスとかね。まあ、その辺も言いますが、まあ、主要なのはこの辺かな、というふうには思っています。で、ここからが本題なんですけど、まあ、どういうふうに使っていきましょうかね、という話になります。で、個人的には、まあ、できれば前後のバランスを整えたいので、まあ、総一郎と野球マンとか、まあ、総一郎とゴブリンとか、まあ、総一郎が前はやっぱメインになるのかなというふうには思います。星野も強いには強いんですけど、なかなかこう、その上限解放した星ドラを持ってる方がまずいないっていうところと、まあ、なんとも、使い勝手がね、難しいところかなというふうには思っています。ただ、そのメリットとしては、ガードなので、その筋力がフリートだと稼げるんですよね、守備タックするだけで。まあ、なので黒絵とか、まあ、その辺と噛み合わせると、まあ、かなり強いかなっていう感じはします。黒絵とか、あとは鈴木くん、まあ、その辺と噛み合わせるとかなり強いのかなというふうには思っています。なのでこの辺もね、守備練習デッキとかもね、まあ、なかなか組めたらいいかななんて考えていたりします。で、まあ、星野くんは置いておいて、まあ、本当に総一郎前、そしてまあ、ゴブリンでもいいし、まあその佐藤俊也とかでもいいし、あとはもう本当に兼ね合いの問題だと思うんですよね、自分の組んでるデッキの。で、僕はゴブリンと総一郎、もしくはゴブリンじゃない、野球マンと総一郎、まあその辺のデッキがいいのかなというふうには思います。まあ総力のところもね、レンジャーを、まあ、2枚積みしておくとやりやすいですし、まあそういった意味では縦足とかを入れるので、おそらくフリートココではね。なので、野球マンに関しては、まあ、別のキャラの方がいいのかなとか考えたりとか、まあ、いろんなパターンが想定できると思います。まあ、個人的には、総一郎ゴブリンかなというふうには思っています。ただ、また別の組み方もあると思うんでね、その辺は、ぜひぜひ皆さんからご意見いただければ嬉しく思います。で、僕はまだ、
まあ、ゴブリン1枚とかで普通に9回の頭脳だけ狙ってやっていたりするので、まあ総一郎っていうから沖野くんを使った方が僕的にはそのフリートでは伸びているので、新9回の頭脳っていうのは手つかずの状態になってます。ぜひぜひそのあたりはすでに新9回の頭脳試して、まあ強いのできたよとか、まあ自分はこうして結構うまくいきましたっていう意見があれば教えていただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名もコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。